この時間はラジオの前で乙女モード、乙女心シンドローム、田村ゆかりです。いちごが出回り始めましたね。あれでもいちごって割と一年中見かけないっけ？え、気のせいか。気のせいだね。気のせいだ、気のせいだ。なんか割と長い期間見るけど、秋とかはあんまないかもしれない。秋が終わってで冬になったら出てくるの。冬と春ぐらいの食べ、あれ寒い季節の食べ物なの、あれは。早く出す、クリスマス、あ、クリスマスに合わせてケーキに乗せるから。でもさ、っていうことはさ、自由ってこと？本来は春でもさ、春の季節に適してる食べ物をなんかうまいこと人が頑張って冬に出回るよう作れる技術ができたってことでしょ。っていうことはさ、いつでもやろうと思えばいつでも本当はいけるぐらいの技術がある可能性あるね。でもまあ冬にケーキがいっぱい出るから、だからこれします。そうか、ひな祭りの時はまだ普通に出回ってるもんね。なんか夏にさ、ケーキすごい食べなきゃいけない行事とかさ、ないかな。夏によ、もう商戦のやつよ、いちご商戦だよ。なんか例えば七夕はいちごを食べてニッコニコみたいな、なんかことなんかわかんないけど、あれ七夕ってさ、何食べるんだろう。七夕ゼリー、そうめん。はなんで涼しいからっていうだけ。川に見立ててんの、もしかして。だけど裁縫が上手になる。え、本当に、え、知ってた、裁縫が上手、本当に、あの旗織り機みたいなこと。裁縫と旗織り機えらい違いだけどね、なんか。そうなんだ。じゃあ、そのおそうめんのさ、中にさ、みかんの缶詰とか入れたりするじゃない、あの彩りとしてよ。なんかそれがもういちご。だってよく考えたらみかんだってさ、冬の食べ物じゃん、大体が。まああるけどさ、年中。だからさ、いいじゃん、いちごだってね。ただ、ケーキほど使わないんだよな、そんなに大量にはね。あのみかんってさ、どうやって食べてるの、みんな。てか、もう一回、おそうめんとか、わかんない、もしかしたら四半世紀食べてないかもしんない。あ、嘘だわこれ。なんかめちゃくちゃ細いやつ実家で食べたわ、ヒゲみたいなやつ。なんかあるよね、ヒゲみたいな、なんだっけ、あるのあるの、なんかすっごい細い、なんか糸みたいなやつ。あれをなんかお母さんがなんか買ったとかって言って食べさせてもらったのがあったけど、あのもうノーマルのおそうめんとかって本当に多分久しく食べてない気がする。食べてるかもしんないけど年一食べてないから、本当になんかわかんない、もう5、6年、5、6年ってこともないだろう。何年に1回ぐらい食べてんだろうな。なんかさ、美味しいけど食べたら細いから損した気がする。それで今夜もゆかりの乙女心にお付き合いください。この番組はカナリアの提供でお送りします。おそうめんはね、なんか損した気がする。たくさん食べたらいい、だからちょっとだけだとなんかもっと食べたいでしょ。あ、流しそうめんね。でもさ、流しそうめんをさ、うちら一緒にやったのってさ、結構前でしょ。だからもう、まあ、四半世紀ってことはないけど、だから20年とかでしょ多分。だからもしかしたらな、おそうめんはいや本当に食べてないな。で買うのは買うのよ、あの色がついてるおそうめんとかさ、
なんか可愛いからさ買うんだけどさ、あの上手に茹でられないんだよね、おそうめんはさ。あれなんかくくったりするわけ、なんかしらで、なんか並べるときになんか綺麗に並んでたりするじゃん。あれがさ どうにもできない。やっぱ縛るんだ、紐かなんかタコ糸とかで縛るってことで、あの1話ずつなってんのをそのまんま1話ずつ縛るのかな。で茹でて、茹で終わったら上の方で結んで、で終わったらその糸を切ればいいの。ええ糸を切るんだよね。あ糸より上はもう硬いんだ、密集してるから。はあ、もったいなあ。じゃあもうこれぐっちゃぐちゃでいいわ。だってなんか上のとこもったいないもんね。上はい、上から先に茹でるってどう？くっつく。そんなにぎゅうぎゅう縛らんくてもよくない？わかんないけど、そんなにギューってしないとほどけちゃうのかな。あーそっか。じゃあなんか最初からここはこっから上は切り取るところですっていうのをなんかちょっと雑に作っといてほしい。例えばさ、えのきはさ、まあ切るじゃん、先っちょのなんだっけ、石杖なんだっけ、石突きのところをさ、何石杖って、私石突きのところをさ、まあ切り落とすじゃない。それみたいにさ、もうこっから先は食べられませんみたいな感じにしといてくれたら、なんかちょっと気が楽になるじゃん。例えばアスパラのまあ下の方の硬いとこみたいにさ、おそうめんなんかそのままそた食べれちゃうでしょそこね。だからちょっとなんかこうもったいない気がしちゃうんだよな。でも、まあ、自分で食べる分には別にぐちゃぐちゃでもまあいいかもしんないね。いやー、なんかやっぱ茹でたことがないな。あとさ、茹でた後に冷やさなきゃいけないでしょ。でさ、氷とかうちないからさ、冷たい水が用意できないのよ。あの冷水みたいなやつさあ、どうしようかなって思っちゃうね。湯沸かしのポットあるじゃない。ポットはさ、ボタン一つでさ、お湯がさ、おーって沸くじゃん、ケトルとか。反対できんかな、ウォーターサーバー。いや、そんなウォーラーサーバーみたいなのは置くのにちょっと場所取るでしょ。そうじゃん、もうボタン押したらもう水がヒューって冷めるみたいな、キンキンになったみたいなやつできんかな。割と需要ありそうじゃない。まあ冷蔵庫は確かあるし、氷があればもう完結なんだよな、それいらないな、確かに全然多分いらないな。あったらいいなと思ったんだけど、無理か、氷を作れって話だな。でも氷作るやつ捨てちゃったもん、なんかあのこうやるやつよ、なんかグリグリってするやつ捨てちゃったもんな。あともしかしたら自動で多分氷作れるやつだと思うけど、大体そうだよね今時冷蔵庫ね。ちょっとどっから水入れるか分かんない、入れたことないからし、まあ入れる気もないんだけど、だからちょっと氷買うしかないんだよね。なんかでも氷さ、冷蔵庫ちっちゃいからさ、氷とか入れたくないのよ。氷入れるぐらいだったら食べ物入れたいじゃない。なんかない？いい方法、つゆを凍らせとくってどう？あのおそうめんの。でもそんなに使わないね、おつゆね、つけるやつだからね。あーそっか、無理だな、どうしようかな。まあでもおそうめんの食べ方別にいいんだ。いちごの話からなんでおそうめんの食べ方の話になったのか、冬にね、しかもね。でもさ、冬はさあれでしょ、あったかくして乳麺とかになるのがおそうめんで合ってる？あ、合ってんのか。じゃああのちょっとぐらい食べたことあるかも。5年に1回ぐらい変わってない結局あのあれよ、フリーズドライのやつでなんか食べた気がするな。フリーズドライのあのそうめんあるよね確かね。
それで食べた気がするな。あれはなんかとても便利な食べ物だなってなんか思った記憶があるんだよね。なんか、うん、ダメか、いちご、いちご作戦ダメか。いちご汁っていうのはいちご入ってる？入ってない。何が入ってる？おせんべいかな。ウニ？いちご煮って何？ウニ、ウニの、ウニのお吸い物がいちご煮。なんでウニ入れようと思った？え、そんな贅沢な食べ物なの？ウニだってさ、そのまま食べたくない？まあでもお吸い物だから全、そっか、飲めばいいのか。なんかたまにさ、イカのお刺身をさ、ウニ醤油で食べた方が美味しいよってさ、お店でさ、ウニをさ、こう小皿みたいなところにお醤油に入れる用のウニみたいなのをさ、つけてくれたりするとこあるじゃん、たまに。でさ、絶対にこのお醤油というか、なんかおだし、だし醤油みたいなのに溶かして、でイカそうめん食べてくださいって言われるけどさ、はいって言ってさ、だからいつもこっそりそのまま食べてるもんね。いや、ちょっとは溶かすよ、ちょっとは溶かさないとなんかこう見張られてる気がするからさ。でもだってそのお醤油みたいなのは飲み干せないからさ、塩分過多になっちゃうから。だから、ウニそのまま食べたいですって思って、まあ、ちょっとはやるけど、見てなさそうな時にパクパクって食べちゃう時はまあある。でもまあ別に好きに食べていいでしょって思うから、まあいいと思うけど、あれなんか不思議だよね。あとウニと卵の黄身、あ、うずらかなの卵の黄身とかなんか入れるやつさ、美味しいけどさ、確かに。でもウニなくても美味しいって思えるから、ウニはウニとして食べたいなっていつも思うよ。まあでもまあね、汁だったら、まあまあ汁が飲めるものだったら別にいいのかなっていう気はするけどね。そうか、いちごのケーキってそうか。なんかさ、逆にクリスマスにいちごのケーキ以外のものがさ流行ったらいいのにね。でもやっぱケーキっていちごって感じすんのかな。フルーツケーキって感じするもんね。うーん、ゆかりはね、去年はなんか 半額じゃなかったけど、最終的に半額じゃなかったけど、ちょっと値引きになってるケーキを買って、コンビニで買って、でそれ食べたけど、それはね、いちごのケーキじゃないやつだった。だからやっぱしいちごのケーキは売れちゃったのかもしんないな。チョコでもなかった、なんかチーズケーキだったけど、いちごの次チョコ出るのかな、もしかして。なんかもうほら、余り物だったからさ、その25日に買ったから、だからあの店頭販売用で売れ残ってるやつみたいなのをちょっと割引して、で何種類か売ってて、その中だったらチーズケーキかなと思ってチーズケーキを買ったんだけど、やっぱ人気なのかな。いちご子供が好きかもね、わかりやすいからね。チョコレートケーキってさ、こうもう完全になんていうの、偏見だけどさ、なんかなんだろうな、男性が食べてることが多い気がするわけ。気のせいかもしれないけどね。それってなんかどういうあれなんだ、甘くないのが食べたいなのかな。でもチョコレートケーキ甘いよね。甘いが食べたいなのかな。でもちろんさ、その今なんとなくゆかりの周りの男性の人のイメージで、あのなんていうの、カットケーキを買った時に差し入れとかでチョコを選ぶのが周りの男性は多いなって思うだけなんだけどさ、なんかあんのかなと思って。コーヒーに合うとかさ、例えば、あーやっぱそういうのがあんのかな。うーん、甘すぎない。うーん、いちごとかはさ、いちごの好き嫌いも逆にあったりするからね。だからもしかしたらそういうのあるかもしんないけど、うん、ゆかりはね、だいたいモンブランを選びがちなんだよね。なんかモンブラン持て余すの分かってんのに、でモンブランにしちゃうわけ。なんかモンブランはさ、手で持った時にさ重いのよ。
わかるかな、これちょっとアハハって言われたけどあやがアハハっつってたけど、今日ね差し入れでケーキ買ってきてくれたスタッフの人いたんだけど、多分なんかチーズケーキみたいなやつ、レアチーズケーキみたいなのが2つと、で1個があれなんだっけな、パンナコッタみたいななんかカップに入ってるやつ、プリンみたいなやつと、もう1個がなんかリンゴのやつなんだけど顔が書いてあるやつでさ、多分想定としてよ、多分ゆかり用がリンゴのやつだったと思うのよ。リンゴかな、リンゴかどうかわかんない、赤いからリンゴだと思ってるだけかもしれない、あのお顔が書いてあるやつを想定してくれたんだと思うんだけどさ、可愛いからさ、これどうせ撮るやろって思ったんだと思うんだけど、ゆかり選んだのはなんかこう持って重たいやつにしたんだよね。そのお顔がついてるやつはもう見るからになんかちょっと一番なんか軽そうだった、ちっちゃかったのね。だからもう最初からもう眼中になくて、でなんかパンナコッタみたいなやつ食べたよね。器の重さ食べられないところだ確かにそれある、あるな、それ盲点でもねなんかあれなんだよ、モンブランを選ぶ時のもまあ大体一緒なんだけど、その他のケーキは下に生地があったわけ、なんつったの、タルトまでいかないんだけどちょっと分厚い生地があったのよ。でね多分だけど焼き菓子とかさ、ケーキ屋さんって得意だから生地って多分結構自信があるんだと思うわけ。だからちょっと分厚めの生地で下の土台、ケーキのとこの土台があって、その上にちょっとなんかレアチーズケーキだったりとかさ乗ってたんだけどさ、なんかね、ゆかりはクリームが食べたいわけだから生地があったらちょっとなんか損した気がしちゃうのよ。でそのカップケーキは生地がなかったのよ。あれゆかり目キラキラしてると思うんだけど、もういつものやつだこれ何言ってんののやつ来てる、来てるぞこれ、何言ってんのの風が吹いてる。でね迷ったの、ちょっと一瞬迷ったのは、その代わりなんかスポンジないんだけどクリームがちょっとなんかおしゃれな入れ方をしてあって、なんかちょっと空気が入ってんのよね。なんつったらいいのかな、要はクリームがギュって詰まってるわけじゃなかったわけ。だからすっごい迷ったんだけど、こう持って生地を見て、これだって思って決めたの。でモンブランってさ一番上に栗のクリームがあって、その下に何かしらの生クリームみたいなのがズドーンっているでしょ。これで一番下にあのお砂糖のちょっと固まってるやつ、もしくはちょっと生地で、生地のやつになるとちょっと残念だなと思っちゃうんだけど、でも思う存分クリームを食べたい人用なのよあれ。だからまあ選びますよね、うん、これね賛同してくれる人だっていると思うんだよね、食いしん坊の人とか。多分ちょっとメールくれる時にさ、年齢の後ろに賛同するかしないかだけでいいから、あの別にもう長く書かなくていい、あのどのぐらい賛同する人がいるかが知りたいっていうだけだから、分かるっていう人は賛同しますって書いてもらっていいかなそれ見てゆかりニヤニヤするだけだから別に読んだりはしないけど、あのお願いします。それではOD曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム合言葉より、田村ゆかりでケセラセラ。月も綺麗もあなた度胸に見つかりたがってる、ほどなくしてから思った昨日と同じ朝が迎えに来て、
ない月の才能なし俳句。このコーナーはリスナーの皆さんからお題に沿った俳句を送っていただきますが、才能がなければないほど田村いつき先生は褒めたたえます。お題は妄想でいいからモテエピソードを教えてです。一体どんな俳句が集まっているのでしょうか。じゃあピエールさん、ヒロチューしてと言われたことある？本当だよ。まあまあ詳細は一応書いてありますね。なんかこう30年ぐらい前にみたいなこととか、まあまあ書いてありますけど、まあまあね。ジョーカーマーチさん、ヒロ1日で女子3人にキスされた。まあね。あのね、これ2人ともね実話だって言い張るんだよね。まあでもさ、まあ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 別にあっても別におかしくないでしょうよ多分ね。そんなになんかこう妄想っぽくもないから、そのなんていうの、リアルというか、まあ女子3人っていうのはちょっとよくわかんないけど、リアルな感じもするよね。でゴンボホリさん、ヘロ美人秘書と高級ホテルでクリスマス。これは妄想だと思う。だってさ、美人秘書がまずいないとダメだもんね。これだって自分の秘書っていうことでしょきっとね。そこから始まるのと、なんかもう単語が全部稚拙。いやわかんないけど、もうなんか妄想と妄想と妄想って感じする。あのね、これが一番好き。皆さんからの才能のない俳句たくさんお待ちしています。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム、マイ言葉より、田村ゆかりでアンブレラサイン。
あとちょっと。そろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りお待ちしてます。メールアドレスはゆかりん @joqr.net yukarin@joqr.net です。え、ちょっともうさ12月の15日ってさ、もう何、もう冬よ。あと今年終わるよ。それでは来週も乙女モードな時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。見つけ